こんにちは。加納水戸と申します。本日のテーマはこちらですね。上下型対壁。対壁について今日から一個ずつ解説していこうかなと思ってるんですけど、まあ対壁には5つの型があるわけですよ。まあその腰椎それぞれ1番から5番に対応してるっていう話を前回したと思うんですけど、じゃあその1番から順に一つずつ今日は対壁の感受性を見ていこうと思います。本日の内容はこちらですね。まず、天人気質の上下型っていう、ね。二つ目、上下型の価値観、特徴。で、三つ目が、考えて動かない上下。ということで、この流れでやっていきましょう。最初、千人気質な上下型っていう話なんですけど、対壁を創設した野口先生も、上下型の人はもう最も野性味が少なく千人のようだっていう風に表現されてたんですよね。まあ、なんで千人のようって表現されるのかっていうのを、この上下型のね、価値観を理解していけば、あ、なるほど、それで千人って表現したんだなっていう風に分かってくると思うので、まあ一つ一つ見ていきましょう。で、まず最初、まあ前回話しましたけど、動きの焦点はね、腰椎1番です。3つ目に書いてある通り、頭脳に関連性が深くて、上とエネルギーが上がっていきますね。で、それぞれね、各臓器とか、どういう風な体の部位に関連性が深いかっていうのはあるんですけど、上下型の場合は基本的には頭脳ですね。中枢神経、まあ、神経系にすごい関わるって言われてるのが上下型です。でね、僕、このスライドに用意したんですけど、めちゃくちゃフクロウ好きなんですよ。フクロウ可愛くないですか？しかもこの教えてるフクロウ。ちょっと僕は上下っぽいなって自分では思ってるんですけど、上下型ってね、基本編、大義名分が大事っていうことで、褒めたりけなしたりとか、まあ、要はこう分析ですよね。いろいろ考えてって、そう、これはだ、それはどうだとかね、こう言ったりとか、もしくはこう大義名分、自分の中でしっかり理屈があって、それをこう遂行しようっていう状況にならないと動かないみたいな。やっぱ理論とか理屈とか、もしくはまあ知識とか、そういうのがすごい大事にするっていうのが上下型の価値観なんですよね。フクロウはね、知恵の象徴とかね、幸福の象徴とか言われるんですけど、そういう兼ね合いで僕、フクロウ好きなんじゃないかなって勝手に今更ながら思ってるんですよね。体の特徴としてはですね、基本的には長方形って言われて、細長い体型で首が特徴的。首が強いってよく言われるんですよね。それに結構細長い体型の方が。いますね、上下の場合は。こういう見た目とかからもアプローチできるっていうのが対壁の強いところですよね。で、まあ3つ目、理屈っぽく睡眠時間が必要。まあ、本当にね、こう上下はね、理屈がないとね、ダメなんですよ。感覚で動くとかね、感情的になんかどうこうとかね、そういうのが苦手なんですよね。逆に言えばその理屈を立てるのはすごい上手いので、口論とか強いよね。理屈立てて人に伝えるとか、そういうのは多分得意かなと思います。上下型ってすごいそういう発想とか、まあ、なんかこうね、結構信じたものを自分の価値として大きく捉えるっていうのはあるんですけど、ね、結構ね、もうその人が信じ込めばもうそれが健康になるみたいなとこあるんですよね。自分の考えが価値観としても大きくて、それに体も影響されやすいっていうんですかね。っていうのがまあ上下っぽい特徴です。睡眠に関してだけはね、上下はすごい苦手でですね。いくらこうなんか短時間睡眠が逆に体にいいとかいうふうに言われても、どうしても睡眠だけは削れないんですよね。上下はね、本当にもう寝不足だと、ほんとポンコツ。ポンコツとか言っちゃいけないな。睡眠取らなきゃマジでバグるのが上下です。どちらかというと、まあ男性的と言われます。理論で考えて、こう、身長だってこうなんか高いじゃん。スラーっと、そう。上下はちょっとね、スラーっと上の方にエネルギーが上がるんで、ちょっと身長高めなイメージがありますね。最後、考えて動かない上下型っていうことで。まあ、なんで考えて動かないって表現したのかっていうとですね、当人にとっては、こう、頭の中で、すべて完結できちゃうっていうのが上下型なんですよね。そこの方の重要性が高いので、基本的にはあまり動かないで、頭の中でこうどうこうっていう風にやって、それでこうエネルギーを発散するっていうのが上下っぽい特徴です。まあ動いたとしても、まあいわばね、頭の中でも完結してるように惰性で動いてるんで、まあ遅いよね。
だから僕あのね、最初は体壁の分類、体壁の方を見て、なんか自分って何型かなとかやっぱやるわけですよ、最初の方は。でもね、上下っぽいなってちょっとやっぱ裏の方で思ってたんですよ。でも、この考えて動かないは動くのが遅い。もしくは、本当に動かないでも完結しちゃうっていう上下型っていうのをね、特徴として見て、うわぁ、僕上下じゃねえなってずっと思ってたんですよね。そしたら完全にいろんな特徴が上下っぽくて、まあ人にこういろんな分類の話とかしていくとだんだん自分の価値観が分かりやすくなるかなと思うんですけど、意外とねこの体壁っていうのを見てて、デメリットの部分がね、自分でうわこれ図星だなってなるとね、その体壁じゃないって頭の中で思い込んじゃうんで、そこだけね注意して自分の分析はするといいと思います。だからまあ上下はでも逆に言えばね、頭脳的な今の世の中では上下型には有利かもって書いたんですけど、今の世界は逆に言えばこうデスクワークとか在宅とか動かないでも十分にこう生きていける社会じゃないですか。上下の特徴はやはり頭脳にあるので、そこの頭脳がこうしっかりと働いていけるような体の状況っていうのにすれば、まあ、他の体壁に比べてもそこの頭脳を使うっていうのに関してはね、ピカイチなわけですよ。今の世の中も特にこう理屈がどうだとかね、社会自体が上下っぽくなってきてるなぁと思ってて、昔は逆に信頼がどうとかね、愛がどうとかね、そういう話がさ結構出てきたりとかしてましたけど、今はもう完全になんか契約書書いてどうこうだとかね、そういうまあ知識の中でこう生きていく社会じゃないですか。そういう意味合いでは今現状上下型っていうのは生きやすいのかなぁとは思ってますね、昔に比べても。まあ、頭脳派の上下型の強みを生かし、まあ、生きやすい環境で過ごそうということで、どちらかというとまあ行動というよりかは大脳で全て解決してしまう上下型は、やっぱりそこの頭脳を主に使うっていう場所にいた方がいいと思うんですよ。自分の強みを生かすとしたら、いい点っていうのをね、生かしていくとより社会に馴染みやすいかなと思うので。で、ここまでの特徴を見て、なんで仙人って言われるかわかります？そう、仙人だから、上下型っていうのは本当に他の体壁、まあこれから話していくんですけど、結構感情がどうとか価値観として重きが置いてあるよね、愛がどうとかね、こう闘争心がどうとかね、そういう話が出てくるわけですよ。上下はね、逆に言えばね、本当にそう理論とかなんで、人間っぽさがねちょっと少ないわけですよね。本当に頭の中でこう上の気が上に上がって、そこだけで解決できてしまう。でなおかつそんな感情とかよりもこう理論とかの方を大切にしてるから、考えた通りにいろいろことを運んでいく。しかもあまりこう動こうとしないから、もうその場でこう仙人のようにね居座って頭の中で全てを解決して、動かないでも生きていけるみたいなね、ザ仙人ですよ。まあそんな感じで仙人っぽい、仙人気質な上下型ということで、今日はここまでで終わっていこうと思います。次は左右型ですね。腰椎2番左右型のお話をしようと思うので、またぜひ見に来てください。では本日はここまでです。